2位でございました。おめでとうございました。すごい。さあ、そしてもう結果は出ましたが、第1位はこちらの方でございました。改めて発表したいと思います。第1位は得票数が209万8,070票を獲得しました。こちらの方です。ポップ党の桜井茜です。私は桜井ね。桜井茜。ということで、茜さん、マドンナおめでとうございます。イェーイ。ということで、今日はこちらのミラクル勧誘お菓子くれなきゃいたずらしちゃうぞをやっていきたいと思います。音符は久々ですね。前が確かチアだったと思うので、2だったのかな、あれは6月くらいかなだと思うので、まあ、だいぶご無沙汰ですね。で、今日は、このももこはよくて、ふみおさんもどうでもよくて、こっち。このこだわりのかぼちゃのウルトラレア。これをね、弾いていきたいかなと思います。これ声聞けんの？ランタンで照らしちゃおう。ということでね、この子を弾いていきたいと思います。他には、あまりとかが弾けんのかな。で、前回、チアのまつりちゃんを2枚弾いたので、これが来てくれれば、まあ、最悪いいかなって感じですね。あとは工場の、SS レアのあかねさんとか弾けたら、まあ、嬉しいですけど、本命はね、このハロウィンなので、これが来てくれればいいですね。現在、ラックストーン 28,770 あります。だいぶ溜まってますね。ということで、たくさん弾いていきます。じゃあ早速やっていきましょう。おっとこれは、新キャラ来ますね。来いや来いや。お、来た、しょっぱな。さやさん、ゆららちゃん、衣装、ムッタソのスーパーレア。あー、これか。ココミン2枚目か。いや、でもまだわからない。おう。あまりですね。はい。ということで、緑が多いな。ココミンは、前回か前々回確か弾いたと思うので、2枚目ですね。で、ムッタソが何気に初めてかな。で、アカリンが2枚出たので、もう1枚弾けたらいいですね。じゃあもう1回やっていきましょう。いや、なんでココミンなのかな。ロードがされなかったので、これは外れですね。はい、アカリン来ましたね。はい。じゃあもう一回やっていきます。ロードが来たので、新キャラかな？でも SS レアじゃないですね。はい、ふみおさん、これで3枚目かな。で、あさみんは初めて。あさみ先輩も、総選挙だいぶ上がりましたね。一番上がったんじゃないかな。はい。てなわけで、あかりんが大量に来てますね。もういらないんだけどね。あと、日原先輩が、なんやかんやで初めてですね。ロードはなかったし、SS やばくないと。はい。微妙ですね。でも、あれか、スーパーレアの、衣装が、来ましたね。これはなんだ？帽子か。うん。まあ、嬉しいかな。はい、今回もロードが来てません。あ、先生はもう来ません。あかねさん、のマヒロンがいましたね。はい、マヒロンは、ニューらしいけど、ロードが来なかった。じゃあもう一回やってきます。やばいな、これ。微妙だな。おロードで、しかもあかねさん。これは来るんじゃ。これは、頼みます。お願いします。違うな。くるみ。これか。これかな。直江さんかな。来ないな。せめてまつりちゃん来ないかな。レアのまつりちゃんはいいんだよな。はい。もう13000しかないよ。じゃあもう一回やっていきます。てかなんかツイッターとか見てると、SSL は2枚とか3枚とか一気に引いてる人いるじゃないですか。この1回でね。11年1回で。何が起きてんのその人は。おかしいんじゃない来ませんね。しょぼいな。あと1枚くらい攻めて SS レア来ないかな。はい、ロードは来ません。SS レアも来ません。ひどいな。はい、ここの絵先輩は2枚目かな。でもう1回やってきます。あと3回。おロード来たけど。お、来た。しかも、新キャラじゃないか、これは。来い。やつかさん、来い。まだ来ない。高弘か。唐沢さんでしたね。唐沢さんか。アネットの唐沢さんか。緑ばっかだね。緑いらないけどね、そんなね。ちょっと2回か。絶対来ねえな、これ。お、ロード来ましたね。お、来た。まだワンチャン。あかりん。よし。三好の SS レアなんてあったのかっていうか。お、スーパーレアの衣装。スーパーレアの衣装が多いな。はい、っていうかもう、あと1回あと1回か。マジか。あんなに貯めたのにな。あっという間ですね。じゃあラストいきます。はい、ロードは来ませんでした。さようなら、あかねさん。そして SS レアも来ませんでした。さようなら、まつりちゃん。いや、もうこれはいいやキノコか。はい、ということでご視聴ありがとうございました。ミラクル勧誘お菓子くれなきゃいたずらしちゃうぞでした。まあ音声が、すごい悪くてすいませんでした。いつもはですね、外部のマイク使って別撮りしてるんですけど、今回ちょっと諸事情で、実家に帰ってこそこそ撮ってたので、スマホのね、内蔵マイクで撮ってたんですよね。多分そのせいで、音質悪かったんだと思います。でもあんなに悪かった覚えないんだけどね。まあそんなわけでした。今回はあかねさんね、出ることはなかったですね。まあこれ今確率見てますけど、確率ね、ひどいね、これね、低いね、0.066%。でも、この中で、限定のあかねさんは 1.3% くらいあるはずなので、こっちが出た方が普通なんですけどね。まあ、これが物欲ってやつかな。はい。まあ、最近動画出してませんけど、カッコ仮の方では、この前ナイトプールのあかねさんをスーパーレアの確定チケット2連続で出したりとか、結構そっちの方は運が良かったんですけど、まあ音符はなかなか、出ませんね。うん。何なのかな。まあ本当ね、ツイッターとか見てると2連続で出してる方とかね、よく見ますけどね、すごいですね。まあそんな感じでした。音符は今回ラックストーンすごい使っちゃったので、次回があるか分かりません。この後ですね、この後一応もう一回、11連を引いたんですけど、それのせいで今ラックストーンがもうほぼないというか全くないので、次はいつになるかね、わかりませんね。まあ1年後か半年後か1年後かサービス継続してたらやりたいと思います。はい、ということで今回はそんな感じでした。これはね、音質悪いんで、別撮りでね、撮ってる感じです。はい、ということで、いやー、まあまたカッコ仮も出したいと思います。ありがとうございました。